パベル・ビズネルは、チェコプラハ出身の男子プロテニス選手。ダブルスのスペシャリストとしてよく知られ、グランドスラム男子ダブルスで3度の準優勝を記録した選手である。2004年ジャパンオープンテニス選手権男子ダブルスで、ジャレッド・パーマーと組んで優勝したこともある。彼は、普段からダブルスのみに活動を絞り、グランドスラム大会の男子シングルスには一度も、 出場記録がない。ダブルスの自己最高ランキングは5位。身長1 8 2トル体重8 5ラム右利き。ビズネルの競技経歴は1988年8月のプラハオープンから始まるが、最初期は年間出場試合数が少なかった。1994年8月のプラハオープンで ATP ツアーのダブルス決勝に初進出を果たす。 1995年に25歳でプロテニス選手となり、1996年にダブルスで年間3勝を獲得する。1997年ウィンブルドン選手権男子ダブルスでビズネルはマルティンダムと組んで準決勝に進み、ここで最初の活躍を見せた。この試合で敗れた相手は当時の男子テニス界で、 ダブルスの世界最強を争っていたヤッコエルティン、ポール・ハーフース組であった。1998年から2002年までの間に、ビズネルは10大会で、ダブルス決勝戦に進出するが、いずれも、準優勝で止まり、長い間タイトルから見放された。その中には2001年全仏オープン男子ダブルス、準優勝もあり、パートナーは、同じチェコのペトル・パーラであったが、 決勝で、マヘシュブパシ、リーンダーパエス組に6から7、3から6ストレートで敗れた。2003年2月下旬のコペンハーゲンオープンで、ビズネルは、同じチェコのトマーシツブレツと組んで優勝し、ようやく男子ツアーで7年ぶりの4勝目を挙げた。その後は、毎年ダブルス優勝を加え、2004年ジャパンオープンテニス選手権、男子ダブルスでは、 ジャレッド・パーマーと組んで優勝した。2007年、ビズネルは、ルーカス・ドローヒーと組んで、全仏オープンと、全米オープンの男子ダブルス決勝に進んだ。全仏決勝は2001年以来6年ぶり2度目の、進出だったが、ここでは、ダニエル・ネスター、マーク・ノールズ組にいる奥から2、3から6、4から6の逆転で敗れ、またしても、準優勝に終わった。 全米オープン決勝では、シーモン・アスペリン、ユリアン・ノール組に5から7、4から6のストレートで敗れた。ビズネルは4大大会男子ダブルスで3度の、準優勝をまりに甘んじた。2008年は、旧友マルティン・ダムと組んで大半の試合に出場し、2009年度は、アスペリンと組んで活動した。ビズネルは2007年2月、36歳にして、 初めて男子テニス国別対抗戦デビスカップチェコ代表選手に選ばれ、これまで3試合に出場している。デビスカップ2008ワールドグループ1回戦対ベルギー戦では、チェコ代表の勝利が決まった後の消化試合として、シングルス第5試合に出場し、ここで1994年以来14年ぶりのシングルス戦をこなした。 2008年北京五輪ダウンシダブルスにも出場し、38歳でオリンピック初出場を果たす。マルティンダムと組2回戦でポーランドのマリウシュ・フィルステンベルク、マルチン・マトコフスキ組に6から1、6から7、5から7の逆転で敗れた。ビズネルは2009年アリアンツ・スイスをオープングスタードのダブルスで1回戦敗退した試合が最後の出場になった。 ありがとうございます。